影響で大勢の観光客が取り残されている南米ペルーのマチュピチュ。ヘリコプターによる救出作業で20人以上の日本人が近くの町に運ばれました。ペルー政府は28日中に日本人を含むおよそ800人を救出したいとしていますが、全員が脱出できるかどうか予断を許さない情勢です。大雨による土砂崩れなどで鉄道や道路が寸断された人気の観光地マチュピチュ。現地には俺映る取り残され救出を待つ観光客たちです。だからどうやらクスコに帰れるようで一安心しています。いやなんかね、英語で最初スムーズに言ってヘリコプターの数を12機で増やし救出スタートを吸収されて、吸収されてバスに乗り込む観光客たちは疲れと安堵の入り混じった表情を浮かべています。俺らだ。お。疲れました。なんか寝るとこがやっぱりなくてお金もなくなってたんで、電車の中で寝たり、あとはまあホテルをシェアして床に寝たりしてたんで。最初は明日帰る明後日帰るって言ってて、結局4泊して2日間待ち伏せにいました。本当に日本総領事館によりますと、現地に取り残されたままになっている日本人は数人から10人ほどいるということで、全員が28日中に救出されるかは予断を許さない状態だということです。観光客の孤立はすでに5日目。ペルー政府は28日中に800人を救出したいとしていて、活動が続けられています。